祝祭の広場の看板付近より、町務。地図祝祭の広場は、大分県大分市府内町にある都市型公園である。命名県道による通称は、お部屋らぼ祝祭の広場。大分市中心部の大分パルコ跡地に整備された公園である。面積約四千三百十平方メートルで、可動式大型屋根、ステージ、芝生広場、移動式植栽コンテナ、トイレ、駐輪場。 シェアサイクルの貸し出しポート等を備える。可動式大型屋根は大小の2基があり、それぞれ高さ11メートル、幅18メートルと高さ8メートル、幅16メートル。東西方向に最大67メートル動かすことができ、2枚を並べると長さは最長36メートルとなって約1000人を収容することができる。移動には屋根に設置した。 ソーラーパネルで発電した電力が用いられる。祝祭の広場の所在地には、かつてだいぶパルコがあったが、売り上げの落ち込みや人退職契約満了のため、2011年1月31日に閉店。大分パルコに代わる商業施設を誘致する動きもあったものの、跡地のビル及び土地は、2012年9月6日に、医療法人、めぐみ会に売却されることとなった。 めぐみ哀会は、ビルを解体、新築して、大分市大手町にある大分中村病院を移転する予定としていたが、二千十七年五月二十三日に移転を断念し、土地を売却する方針を発表した。同年六月二十七日、大分市長、佐藤喜一郎は、大分パルコア土地を取得し、二千十九年に開催されるラグビーワールドカップ2019の 関連イベントのスペースとしての活用も視野に暫定的に広場として整備することを検討する意向を表明。大分市は跡地の入札に参加して優先交渉権を獲得し、11月20日に23億2000万円で跡地を購入する契約を締結した。広場の整備事業の設計者はプロポーザル方式で選考され、選考委員会には 大分市出身の建築家、磯崎真が特別選考委員として加わった。2018年3月24日に行われた二重選考の結果、建設コンサルタントサニー・ヒューマス・横溝ミこと、建築設計事務所、都市企画工房共同提案隊が最適任者に選定された。この案は、キャスター付きの植栽コンテナを移動させたり、大型の橋型クレーン2機に、 仮設の屋根をかけるなどして、目的に合わせて、空間を自由に変化させることを目玉としていた。しかし、大型クレーンを仮設屋根の仮設に利用することは、クレーンの本来の用途とは異なり、労働安全衛生法に基づく規則違反に当たるのではないかとの指摘があり、大分市がだいぶ労働局に問い合わせた結果、法令上は問題ないとの回答が得られたものの、 2018年7月に発生した西日本豪雨を踏まえ、同年8月に自然災害への対応を考慮して、大型クレーンの設置は取りやめ、代わりに移動式大型屋根を設置することとなった。祝祭の広場は2019年8月31日に竣工。9月7日に完成式典が挙行されて供用が始まった。9月28日から10月23日までは、 ラグビーワールドカップ2019関連のイベントが行われ、11月1日から一般の利用が可能になった。2020年10月1日に命名券が導入されて通称がお部屋らぼしくさいの広場となり、10月3日には幅約4.8メートル、高さ約2.8メートルの大型 LED ビジョンの運用が開始された。また、10月1日には、 グッドデザイン賞を受賞している。2021年4月24日には、2020年東京オリンピックの聖火リレーのセレブレーション会場となった。大分市では2017年2月頃から広場の歌唱を祝祭広場として広報していたが、2018年3月に祝祭広場を商標登録している阪急阪神百貨店から使用中止の申し入れを受けた。 阪急阪神百貨店は祝祭広場を2013年3月に特許庁に商標登録しており、阪急百貨店梅田本店9階の祭事場の名称として用いていた。そのため、大分市は広場の名称に能を入れて祝祭の広場とすることになった。大分市では祝祭の広場に命名権を設定することとし、 2019年7月17日から8月15日まで売却先を公募した。期間は2019年9月から2023年3月までで最低制限金額を4300万円としたが、複数の問い合わせはあったものの期限までに応募はなく、ラグビーワールドカップ2019の終了後に改めて募集を行うこととなった。そして、再募集の結果。 不動産会社文語企画集団が命名権者となり、2020年10月1日からお部屋らぼしくさいの広場となった。契約期間は3年6ヶ月で、金額は3360万円。ありがとうございます。